グラップライトなんですけど、なんて言っても強度ですね、やっぱ強い、それでいて、まあ、ライトジギングから、マグロジギングまで使えるラインだと思ってます。原子の方がイザナスっていう原子を使ってるんですけども、原子から強いものを使ってるので、その原子を VT 工法という編み方で作ることでめちゃくちゃ強い糸にね仕上がってます。それでいて全ての号数にヒートシンクコーティングを施してあります。ですので長時間のファイト、ラインの劣化も遅いですし、まあ信頼して使える、ラインになっているのがグラップライトです。理想を言えばね、やっぱり調合ごとに、新しいラインを入れたいと思うんですよね、まあ、そこでやっぱり響いてくるのがコストパフォーマンスになってくるので、今回のこのグラップライトっていうのは非常に、コストパフォーマンスがいいので、従来よりもね多く糸を巻き替えてもらって、新しい状態で大きなターゲット、難しいターゲットにトライしてもらいやすいに仕上がってます。ぜひ使ってみてください。